私は実は脳科学を やり始めたのは30歳ぐらいの時で、それまでは僕は物理学やろうと思ってたんですね。で、物理学をやる前は何をやろうとしてたかというと、小学校の時はもうずっと蝶々の研究してたんです。日本臨死学会という蝶とか蛾を研究する学会に小学校ながらに入りまして、研究をしておりました。で、北海道から私の母親は九州ですけど、九州までずっといろんなフィールドを回って蝶を追いかけたので、やはりその屋久島に来てもまずは蝶々ですね。皆さんおそらくご存知なのはつまびり蝶かな石垣蝶って分かりますか？意外と山の中とかね、種類が少ないんですよ。こういう人と自然が混ざってるところが環境としても豊かで、虫の種類多かったりするんですよね。これ今いたね。こいつ成虫で冬眠するんで、冬越すんで、ここにウラゲンシジミがいました。これ素人はなかなか気づかないと思うんですけどね、我々は一発でわかります。これが蝶々です。ほら、動くかな。あ、来た。ごめんね、寝てたところ起こしちゃったな。反応早かったね、今ね。屋久島というのは自然遺産に登録されている、いわゆる生物の多様性の本当に素晴らしい島なんですけども、おそらく島で普通で生活している限りにおいて、生物の多様性ってのはほとんど、分からないんじゃないかなと思います。例えばですね、このセンバスのこの森の生物多様性を把握したいと、昆虫は何がいて、ね、どの季節にいるのか、植物は何があるのか、それから鳥は何が飛んでるのか、それから哺乳類は何がいるのか、まあ、猿とか、それから鹿とかいるかもしれませんよね。その基本データを取るだけでも難しいってことです。つまりね、屋久島の一番の宝物である生物多様性ってのはそれぐらい奥が深いってことですよ。で、僕はね、実はここに来るときも、茂木さん屋久杉行きますかって言って、いや僕は特にいいですというのは、屋久杉まで歩くのが、屋久杉って縄文杉までね、例えば歩くのが嫌なんじゃなくって、さっき申し上げてるその生き物の多様性ってことから見ると、もうここら辺で十分面白いんですよ。僕もだからさっきから行方不明になってて、どこに行ってるんだって言うんですけど、いや僕はそのすぐ後ろの、もうここから歩いて20メートルぐらいの森の中に入って、こうやってぼーっと見てるだけで本当に面白いんです。さっきも言った石垣蝶がどう飛んでるかとか、アオスジアゲハはどう飛んでるかとか、生き物ってのはみんな必死で生きてますからね。これが森に来て我々が受け止める一番大切なメッセージで、それぞれ一生懸命生きてる。蝶なんて皆さんだってもう何十年も生きてる方もいらっしゃるでしょ。蝶々は生まれてからもうせいぜい1週間とか、それぐらいの間に蜜吸って、オスはメスを見つけて卵を産んで、その間に鳥に食べられないように、だからすごい忙しいわけです。だから自然の中に入ってね、我々人間の脳っていろんなメッセージ受け止めるんですけど、一生懸命生きるって素晴らしいことだなという、その生命のエネルギーみたいなものってのは間違いなく受け止めてるんですね。